今ホテルにいて、まあ、もうすぐライブなんですけども、その間ちょっと気になったことを喋りたいなと思うんですけど、なんかよく最近、まあ、43なんで、そのなんか青髪のイケオジ、青髪のイケオジって言われたんですよね、よく人に。村本さんって青髪のイケオジですよねってこう言われたわけですよ。で、イケオジって何って話聞いたら、まあ、イケてるおじさんみたいな。ああ、なるほどね、みたいな。そうか、イケてるおじさん、イケオジかと思って。で、俺と同い年の女の人で、で、まあ、その、まあ、すごいおしゃれで綺麗な人いるんで、あなたって結構イケオバだよねって言ったんですよね、イケオバって。は？イケオバ？って言われて、いや、イケてるおばさん。おばさんっている？って言われて、ああ、確かに、と思ったんだけど、ただ、確かに男はおじさんって普通に言われるけど、女の人って、俺のお母さんなんかでも60、まあ、5歳なんですけど、65歳とか66歳、7歳、みんなで、高齢者たちで、なんか、みんなでなんかこう、お茶行くときに、女子会って言うんですよ。私たち女子会って。例えばこれがお母さんと同い年ぐらいのおじさんたちで集まって、じゃあ今日はちょっと居酒屋で男子会って言ったら、男子会ってなる感じしません？なんか男だけなんかおじさん、いや、いいんですよ、いいんですけど、イケオジがあるんだったらイケオバがあるなと思って、イケオバって言った瞬間に、イケオバって言われるからね。だからイケオバ、まあ、別にどうでもいい話なんですけどね。ただお母さんが山菜採りが好きで、山菜採りがよく山行くんですけど、自分たちのこと山ガールって言ってたんで、男が一人で山の中ずっと入ってたらね、60、70で、仙人って言われますからね、山ボーイとは言われませんから、仙人ですよ。まあ別に大したことないんですが、ただね、まあ髪の毛の色がちょっとずつ薄くなってきたなというね、ことですね。薄いっていうのは色がね、こうね、パッとね、もうちょっと濃かったんですけどね。まあそういうことで、この後ライブ行ってきます。